ジョン・ローガン・フォーサイスは、アメリカ合衆国テネシー州メンフィス出身のプロ野球選手。ウトウミギウ MLB のミルウォー・キー・ブルワーズ参加所属。愛称は、ロジー・ベアー。アーカンソー大学時代の2007年7月には、ブラジルのリオデジャネイロで行われた第15回、パンアメリカン競技大会における野球競技のアメリカ合衆国代表に選出され、銀メダルを獲得した。 2008年の MLB ドラフト一巡滅移保でサンディエゴパドレスから指名され三類手種として入団。2010年は AQ サンアントニオミッションズで開幕を迎えると二類手種に転校した。サンディエゴパドレス時代2011年5月4日のピッツバーグパイレーツ戦でメジャーデビューを果たした。メジャー昇格後はチェイスヘッドリーとの兼ね合いもあって二類と三類で併用された。 2012年は、左足の手指骨を骨折して、開幕を故障者リストで迎え、6月に復帰。後半戦は二類種のレギュラーとして起用された。タンパベイレーズ時代2014年1月22日に、アレックス・トーレス、ジェシー・ハントのトレードで、ブラッドボックスバーガー、マット・アンドリースらと共にタンパベイレーズへ移籍した。この年は、内野のスーパーサブとしてプレーし、110試合に、 出場した。打率2233年連続での6本類が26打点という打撃成績を記録した。2015年は2類種のレギュラーに抜擢され、打率28117本類だ68打点9盗塁という成績をマーク。本類だ打,打点ともに主砲のエヴァン・ロンゴリアに次ぐチーム2位であり、 中軸打者の一人に成長した。2016年は127試合に出場して打率、264、20本塁打、52打点という打撃成績を記録した。ロサンゼルスドジャース時代2017年1月23日にホセデレオンとのトレードでロサンゼルスドジャースへ移籍した。2018年7月31日に、 ブライアン・ドージャーとのトレードで、デビン・スメルザー、ルーク・ラリーと共にミネソタツインズへ移籍した。オフの10月29日に FA となった。2019年2月26日にテキサス・レンジャーズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。3月28日にメジャー契約を結んで40人枠入りした。 オフの10月31日に FA となった。2020年2月2日にフィラデルフィア・フィリーズとマイナー契約を結んで、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになったと報じられ、5日に正式公示された。7月18日に自由契約となった。その後、7月28日にマーリンズと単年のメジャー契約を結んだ。オフの11月1日に、 FA となった。2021年5月4日に、ミルウォーキーブルワーズとマイナー契約を結び、3家の AAA 級ナッシュビルサウンズへ配属された。ありがとうございます。